アンモローが登場して離陸する SP-1 ペーパーウィングリンドバーグが乗り込んだ SP-1 ペーパーウィングボーラス SP-1 ペーパーウィングは1929年に初飛行したアメリカ合衆国のグライダーであるウィリアム・ボーラスが設計したアメリカ製のグライダーとして最初に1時間以上の滞空時間の飛行を行ったパラソル翼で1座席のグライダーである 13.4メートルの翼服で USA35A の翼型が採用された。翼服後に14.3メートルに拡大された。主翼のリブの材料として紙が使用されたためペーパーウィングと呼ばれたが、主な材料は木材とドープされたハフであった。この大きさのグライダーとしては空気重量は72.6キログラムで非常に軽量であり、低翼面荷重であった。 アメリカ製のグライダーとして最初に1時間以上の耐空時間の飛行を行った機体とされチャールズ・リンドバーグと妻のアンモローも SP-1 で飛行した。SP-1 のコピー機のナイトホークという機体でウィリアム・エイ・クックが1831年に21時間34分のグライダーの耐空時間の世界記録を作った。アクティベートメディア ペーパーウィング SP-1 ボラス。http コロンスラッシュスラッシュ www.sailplane.directory.com スラッシュ plane.edit.cfm d プラニートイコール254リリーブド Q オーガスト2011ありがとうございます。